じゃあ東芝府中でいつになったらいいやと思うね。何が素晴らしいってさ、はい、ラグビー言うとやっぱ1日3試合ぐらい詰め込んでくるから、はい、もうしかも試合時間を思いっきり詰めるんで、ね、運営の手間省くと自由にとたくさんのチームにやるって、うん、全部一般に出してくれる。へえ、そうなんですよ、うん、別に取材申請出さなくても何も来るメンバー冷房の効いた控え室で休めるかぐらいの差があって